もうすぐ日が暮れる。はい、皆さんこんばんは。今日も夕方がやってまいりました。というわけで今日はね、新メニューでちょい飲みしようかなと思ってますよ。今日行く店はこちらです。はい、松屋さんです。では参りましょう。松屋 JR 尼崎店。缶ビール290円。泡がいい感じ。乾杯。一口目のビールは最高にうまい。まずはソーセージでビールを飲みたくてこれを注文。ソーセージエッグ150円。こういう安いおつまみがあると助かる。やっぱりソーセージはビールのおつまみとして最高である。幸せな黄昏時である。早くもビール終了。瓶ビール490円。これが今回の新発売メニュー。チーズチミチュリソースハンバーグ単品790円。チミチュリソースとはアルゼンチン発祥の南米ではポピュラーなソースで、パセリの鮮やかな緑色と爽やかな酸味、青唐辛子のピリッとした辛みが特徴で、肉料理を何倍も美味しくする魔法のソースと言われている。松屋のチミチュリソースは爽やかなトマトの酸味に玉ねぎ、ニンニク、鋭さのある辛さをアクセントに、鉄板でジューシーに焼き上げたハンバーグを何倍も美味しく仕上げる唯一無二のソースに仕上げた。松屋特製赤のチミチュリソースと旨味オイルにチーズハンバーグを絡めて食べるとまさに絶品である。チミチュリソースはかなり辛いが、チーズで少しマイルドになって最高にうまい。今回みたいなちょい飲みの時、このハンバーグが単品で注文できるのが嬉しい。このハンバーグは最高のおつまみである。このチーズめっちゃ伸びる。実にうまい。ピリッと辛いのでビールによく合う。それにしてもこのハンバーグうますぎる。チーズなしもメニューにあるが、チーズがあるとうまさ倍増である。このハンバーグ食べると幸せな気持ちになる。でも少し辛いのでご注意ください。
辛いのが苦手の人にはちょっと無理かもしれない。ビールがどんどん消えていく。ビールがうまい。そして残しておいた目玉焼きを乗せる。目玉焼きの乗ったハンバーグも注文できるけど、チーズとエッグ両方乗ったメニューはない。これで全部乗せチミチュリソースハンバーグ完成。卵のトロトロ感がたまらん。チーズとエッグ両方乗ったチミチュリソースハンバーグがやっぱり一番うまい。これはおすすめです。このハンバーグ最高である。ビールも最高にうまい。ハンバーグがどんどん消えていく。俺はこのハンバーグを食べながら思った。残念だ。このハンバーグは期間限定メニューである。それが残念である。こんなにうまいのにもうすぐ食べれなくなる。定番メニューにしてくれ。俺は心で叫んだ。これでビールが終わりである。これでハンバーグも最後だ。本当に美味しかった。これで終了。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。はい、ちょい飲みしてきましたよ。この後ろのハンバーグめっちゃうまかった。ビールが進むわ。ただちょっと辛いけどね、それだけ。でも俺にはちょうどいいかな。そんな感じですよ。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしくー。